ワークスの丹下真澄です。ご無沙汰しております。皆様いかがお過ごしでしょうか。どんどん暑くなってきてますけれども、私は元気にやっております。さて、本来ならこの5月に T ワークスの公演を行う予定だったんですけども、残念ながら見送りになってしまいました。楽しみにしていただいた皆様、本当に申し訳ありません。こうして、楽しみが先延ばしになってしまいまして、私自身も5月がぽっかり空いてしまったんですけれども、この期間に何かできないかなと考えていまして、なんとこの度映像作品を撮ることになりました。タイトルはザ・ネゴシエーション SE。 作演出にはザ・ロブ・カールトンの村住太陽さん、出演には三上一郎さん、山崎若菜さん、そしてクロムモリブデンの森下亮さん、このお三方にもご協力いただきまして、なんと全7話にわたる連続ものの映像作品をお届けしたいと思います。すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども、そうです、チッチチー、はい、このメンバーは舞台ザ・ネゴシエーションに出演していただく予定だった皆様です。いやー、行こうか。はい、この舞台ザ・ネゴシエーションなんですけども、イギリス・ロンドンにあるトゥイッキナムホテルというところにこの4人が集結するところから物語は始まるんですけれども、今回作りました映像作品ではこの4人が集結する少し前のお話をザ・ロブ・カルトンの村住太陽さんに完全なる新作としてこの映像作品のために書き下ろしていただきました。撮影は全てリモートで行いました。そうですね、このザ・ネゴシエーションの世界観にこのリモート会議というのがすごく合っているなと思いまして、撮影中もなかなか難しいところもたくさんあったんですけども、楽しく、はい、撮影させていただきました。配信は6月1日から6月7日、この7日間にかけて毎日1話ずつ夜10時にT ワークスの YouTube チャンネルを作りましたので、そちらの方にアップしていきたいなと思っております。それではザ・ネゴシエーション SE、 どの作品もとても面白い作品になっておりますので、ぜひぜひ皆様最後までご覧ください。